はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やすでございます。白血病と予防生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日の夜のことなんですけどね、昨日の夜はね、ほんまのほんまにね、眠れませんでしたね。もう足が痛すぎてね、先月のね、5月30日から始まった僕の左足をね、その襲ったその帯状疱疹の痛さがね、久しぶりにね、火を吹きましたわ。もう噴火しましたわ。そもそもその帯状疱疹っていうのはですね、もう簡単に言いますとですね、子供の頃に誰しもがこうかかる水疱瘡ってあるでしょ。で、水疱瘡のウイルスが体にこの張り巡らされている神経、首から上やったらその中枢神経とかあるでしょ。で、まあその首から下にあるその胴体からそのね、両腕、両足に張り巡らされている末梢神経っていう、まあ大きく分けて2つあるんですけども、まあそれの、まあどこかの神経に潜伏し続けて、でそのウイルスがね、加齢やね、疲れが溜まってたりで、免疫力がね、下がってきたりとか、あとは病気、僕みたいな病気とかね、薬の関係で、そのウイルスがね、活発にね、活動し始めて、その神経をこう刺激してしまって、で激しい痛みに襲われて、発疹や水ぶくれになるっていう病気なんですよ。まあ簡単に説明したらそんな感じなんですよ。で、僕の場合はそれプラス、まあ先ほども言いましたけども、その病気の関係でね、白血病になって、その治療で骨髄移植をしたわけですよ。で、それの骨髄移植による副作用や合併症と、そのね、副作用や合併症を抑えるために、免疫抑制剤っていうのを飲んでるんですよ。で、その免疫抑制剤で免疫力が低下しているっていう関係もあるんですよ。まあそんな感じでね、まあ様々な理由が重なって帯状疱疹になります。でね、帯状疱疹っていうのはですね、まあ10万人ね、300人から500人というね、まあ 0.3% から 0.5% の確率で発症する、まあごくごく少数の確率でなる病気なんです。ほんで、まあ僕がこの1ヶ月間、まあ体で感じたその痛さというのはですね、まあ最初はその左足首のね、鈍痛から始まってですね、その痛みが左膝、左股関節で左腰にまで上がっていて、全部左側だったんですよ。まあ、その神経の、足、手とか、ね、そのまあ体でもそうなん、胴体でもそうなんですけど、まあ、お顔もそうらしいんですけどね、まあ、どちらかに出るんですって。で、どちらかだけに潜伏してるらしいんですよ、帯状疱疹って。で、その、僕は左側だったんですけど、まあ、そのね、各関節がね、そのね、関節の中側からってね、中川って分かります？皆さん、内側ってことなんですよ、大阪弁で。で、そのね、内側から各関節、痛いところの関節の内側からこの外側に向けてハンマーのような鈍器でドーンドーンってこう殴られてるような、殴られ続けてるような感覚があってですね、もう最初の1週間というのはまともに歩けたもんじゃありませんでしたね。めっちゃ痛かったんですよ、ほんまにね。こういつもね、この話だと言ってるんですけど、このフローリングをね、このフローリングをもう、ほふく前進でこう張ってですね、移動して、ね、そこのドアからこう階段を降りてトイレに行かなあかんっていうぐらいの痛さに襲われたんです。今、まあ、それがその収まってきてですね、まあ、今度はその頃にはですね、帯状疱疹ウイルスがですね、まあ、内側にある神経からこの外側に上がってくるというか、まあね、この皮膚表面にね、移動してきてで、ね、その移動してくる過程で発疹が出てきて、やがてそれが水ぶくれに変わってきてですね、その水ぶくれが長い間続くんですけども、まあここ最近ではですね、その皮膚表面がね、その針でね、チク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 ってされるような痛さと、まあ、時にはね、その日焼けした時の火傷あるじゃないですか、あんなような感じの痛さに変わったりとか、で、しびれたりとかっていうね、まあ各種類に変化する痛さがね、脈拍の感覚でね、パッ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 てこうね、うずいてたんですけども、それがここ2週間ぐらい続いてたんで、ちょっとそれにはね、もうね、慣れてきてたんですよ。でもね、その、慣れてきてたんですけども、昨日感じた痛さっていうのはね、その、なんて言うんでしょうね、こう例えば眠っていた火山があるでしょ？もうあれがね、ドッカーンってこう噴火したような感じになって、ほんまに大変やったんですよ。いきなり来ましたからね。
そのね、最上方針でね、病院からもらってた薬のうちの抗ウイルス剤とか鎮痛剤とかがあったんですけども、それをちゃんと飲んでるんですよ。でもそのね、鎮痛剤とか抗ウイルス剤っていうのを出たけど、その、まあ、その薬の効果が切れてたとかそんなんじゃなかったんですよ。昨日はどんな痛さがあったかと言いますとですね、なんていうんですか、ドンドンって殴られたような感じじゃなくて、ドッカーンってくる痛みやったから、もうね、なんかちょっと地味ではなかったんですよね。もうすごい痛さやったんで、そのね、足首っていうのをこう強い力でグニャってねじられてるような、ねじ曲げられてるような感覚になってですね、もう足首がもげそうなぐらい、もう血出るんちゃうかなと思うぐらいやったんです。で、機能っていうのはそのほんまに足首だけやったんですよ。膝とか先ほど言ったね、その腰、股関節とか腰とかっていうところは全然痛くなかったんですけど、その特にその足首に集中してて余計に痛さをね感じたんですね。でもほんまにね、その物理的な痛さにね、感情をね抑えらずにいられませんでしたわ。まあ、そんな状態がね、昨日の夕方ぐらいからね、少しずつ強くなってきてですね、もう夜になって寝る前ぐらいにピークに達してしまいまして、夕方からそんな状態だったにもかかわらずですね、まあ、それやらにうちっていうのはね、その怪獣が2人もいてるわけですよ。その怪獣のようなね、息子が2人いてるわけなんですけどもね、まあ、昨日は一日中家にいたので、日曜日やったんで、ね、ずっと家にいたんですよ。天気もね、そんなに、まあ、雨がくすぶっているような感じであんま良くなかったんで、ほんまに一日中いてたので、ね、体力がね、有り余っててですね、その2人はね、ずっと家の中でね、暴れ倒してるわけですわ。普段はね、そんなことではね、僕は何も感じないわけですよ。まあ、男の子ってそんなもんなんだよね。まあ逆にね、その男の子っていうのはね、元気な素振りが見えないというかね、落ち着いてる時はですね、まあ、ご飯を食べてる時かお菓子を食べてるかなんですよ。まあ、それ以外の時にその静かにしてたら、お前どっか痛いんかとか、まあ、どっか病気かとかってね、思うか、まあ、何か悪さをしてるとか、で、その悪さをしてて、隠そうとして黙ってるかなんですよね、男の子っていうのは。でね、そんなね、静かにしている状態がね、機能は全くなくてですね、まあね、その何もないところ、普通のところでぴょん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 で飛び跳ねたりとか、で、本棚の上に登ってね、ジャンプって言ってジャンプして飛び降りてみたりとかね、そんなんしててね、まあ、それぞれが、まあ、各々がですね、家の中でね、遊んでるんですわ。でそんな飛び跳ねたりジャンプしたりっていうの、その着地あるでしょ、その着地する瞬間っていうのが、まあね、その床がね揺れるわけですよね。飛び跳ねている時はそのリズム感たっぷりの振動があるし、ピョン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 ってね。で、本棚から飛び降りてみたらね、その大きな振動がドーンとあるわけですよ。ほんで、まあ何が言いたいかと言いますとですね、その振動が僕の左足に響いて激痛が襲ってくるわけですわ。まあそれを回避しようと思ってですね、まあ少し離れた場所で椅子で座っていてもですね、その振動は僕までこうバーって伝わってくるわけですよ。まあ狭い家なんだね。ほんでね、その違う部屋にこっそり逃げようとしてもですね、その移動した僕を見つけてですね、もう動くものをね、追いかけてくる習性があるような動物とね、言わんばかりに追いかけてくるわけですわ。寝室に逃げ込んだらね、その寝室のベッドの上まで登ってきて、遊ぼう遊ぼう遊ぼうって言ってね、そのベッドのスプリングってあるじゃないですか。で、それを利用してね、トランポリンかのようにね、余計に飛び跳ねるんです。あれはきつかったですね。で、まあ昨日っていうのはね、そんな状態がね、寝る瞬間まで続きました。まあ、その痛みもね、その一日中の中でもまあ山あり谷ありなんですよ、ほんまにね。で、その山あり谷ありのこの山あり谷の瞬間になった瞬間にですね、もう寝なあかんぐらいの時間帯やったんで、寝室に子供と入ったらですね、子供はね、またね、ベッドの上をね、トランポリンのようにね、飛び跳ねるわけですわ。まあ最初はその山あり谷ありの谷のとこやったから、まあ全然行けてたんですけども、まあ痛くなかったんですよ。でもやっぱり徐々にこの谷はね、山に登っていくわけですね。で、まだ痛くなってきて、そのピョンピョンピョンブン飛び跳ねてるトランポリンの振動がね、僕に襲ってきたわけですわ。もう僕自身がね、めっちゃ眠たかったっていうのもありますのでね、もうほんまに我慢できなくなって、ベッドから降りて、もうここのね、フローリング、まあ寝室なんですけど、ここのフローリングまで逃げてきたんですよ。ほんでね、子供らはね、さすがにこのフローリングではね、トランポリンのように飛び跳ねることができないことぐらいはね、知ってますので、まあここまで追いかけてくることはありませんでした。ほんでね、今子供2人のうちにね、次男はね、さっきにね、静かになってね、力尽きたんでしょうね、遊びすぎてね、暴れすぎてね、もうね、すでに寝てました、その時はね。
でもね、残る長男はですね、まだ元気が有り余っているので、まだまだそっちで、ね、飛び跳ねておったんですよ。もうね、ほんまに遅い時間やったら何時ぐらいかな、10時半ぐらい回ったんちゃいますかね。もうほんまに寝なダメなんじゃないですか、子供ってね。もう早い時間に寝かしたいんですけどね、ほんまはね。でも遅い、ほんまに遅かったんで、僕もね、早く寝なさいとか、もう静かにしなさいってね、ちょっと怒ってしまってね。でもね、あのベッドから一段下がってるね、このフローリングからね、怒ってるわけですからね。あさっての方向を向いてね、飛び跳ねてるね、長男のね、視界にはね、入ってなくてですね、まあ、どっかからお父さんの声が聞こえてるなーくらいなもんなんですよね。そしてね、僕ももう痛さのあまりに耐えられへんくなって、フローリングでそのままね、ほんまに気絶するんちゃうかなと思うぐらいにねなって、でその足の痛さもですね、さすがに睡魔にはね勝てなくなるぐらいの感じまで来てて、足の痛さは続いてるから寝られへんし、眠たいし寝られへんしって言ってる時にですね、まあ、奥さんが寝室に入ってきたわけですわ。でその奥さんが入ってきたことによって安心したんでしょうね。そっから僕の記憶はねなくなってしまってて、多分寝てしまってたと思います。でもね、まあそのフローリングの上やったんでね、まあ明け方ぐらいかな、明け方ぐらいにですね、体が痛くなって目が覚めてきてですね、まあ、その目覚めた頃にはね、もうさすがに長男もね寝てました。さすがにね、暴れ倒せて長男もね、まあまだね8歳なんで、今年8歳になるんで、そんな明け方まではね、あの夜通し起きてないとは思うんですよ。さすがにね、そんなこと今までなかったんでね、さすがに寝てましたわ。でそれを確認した僕はですね、やっとベッドに戻ることができました。ほんでね、まあ、朝起きたらね、もう足の痛みも引いててですね、まあ、普通の時に感じるしびれとかね、痛さに戻ってました。とまあ普通にしててもですね、しびれとか痛さっていうのはあるんで、まあそれに関してはもう慣れてるんですよ。先ほども言いましたので、もうずっと2週間ぐらい続いてるんで、もう慣れてるんですよ。でも昨日はそれをはるかに上回るね痛さだったので、しかもいつも以上に子供らが暴れてたので、もうほんまに最悪でしたわ。まあ、僕のね足がね普通の痛さやったらなんともない日常やったんですかね。まあ昨日は特に痛かったんで、もうほんまに異常な日でしたわ。まあそんな状態やったんでね、まあ昨日の動画投稿はねちょっと遅い時間になってしまったんです。痛みが激しい時はね、編集作業にね、時間がかかってしまうんです。もうね、せっかくね、撮影した動画もね、投稿せなね、意味がありませんからね。でもまあ、おかげさまでね、今現在は、ほんまに足の痛さもね、落ち着いてきて、いつもの痛さに戻ってますので、ご安心ください。もうこれもね、先週の、まあ、いつやったかな、いつか忘れましたけども、まあ、先週の動画の中でね、まあ、この今日ね、今の今日のこの月曜日まで痛さが続いていたら、帯状疱疹後、神経痛がね、確定やろうとね、予想したんですけどね。まあ、ひょっとしたらほんまにそうなのかもしれませんね。あくまでも予想なんですけどね。でもまあ、あくまでも予想なんで、診断されたわけちゃいますからね、信じたくはないですけどね、ほんまに僕は断じて信じていません。なりたく、そんなね、帯状疱疹後神経痛なんかね、ほんまになりたくないんで。まあね、そのようなね、病気の自己診断をね、自分の心に決定づけるほどね、愚かなことはないですからね、ほんまにね。ひょっとしたらそうかもとか、まあぐらいでね、疑いの目で見てるぐらいで、ね、予想としてね、止めとく、おくぐらいので、まあ、そのことをね、ちゃんと自分の頭の中で整理して、ね、今度病院行った時にね、先生に相談することがほんまにいいでしょうね。まあ僕はね、過去にね、ちょっとこんなことがあったんですけども、その口の中の粘膜障害がね、今よりももうはるかに激しかった頃にですね、まあ今は少しはマシになってきたけど、その唾液っていうのがね、唾ですよ、よだれね。その唾液が全く出なかった時にですね、その耳の下にある唾液腺っていうのがあるんですけども、耳下腺っていうのがあるんですけどね、耳の下の腺とかで耳下腺っていう唾液腺があるんですけども、まあ、そこがね、こうパンパンに膨らがってきたんですよ、両方ね。で、ちょっとしたら、こういう症状って、唾石症っていうね、唾液の唾に、医師に症状の症で、唾石症ってあるんですけども、で、そういう唾石症っていう、その唾液腺に石化した体のね、成分が、固まってしまう病気があるんですけども、まあね、それじゃないんかなって思ってね、それだろうと僕はちょっと確信しすぎてしまってて、心で決定づけしてしまっててですね、その歯医者行って、口の中やからね、歯医者にの時に生前に相談しようと思ってね、その先生にね、訴えたわけですよ。で、訴えすぎて、先生が、いや、違いますって、僕の症状見て違いますって、大丈夫です。でも僕がね、いや、でもこんなんであんなんでってこう言ったことに対して、先生もね、いや、大丈夫ですよ、安藤さん、大丈夫ですよ。それは脱石症じゃありませんみたいな感じでこうブワーってこう口論になって、まあ、口論というか、まあ、ちょっとした口喧嘩になってしまって、まあ、それをねちょっとね覚えてるんです。まあね、その病気を知り尽くしてるその病院の先生らが言っているから、ほんまに違うかったんでしょうね。まあそのね、後々症状っていうのを聞いてみたら、
ほんまに僕ただその唾液腺がねパンパンに腫れてるだけであって、唾石症ではなかったんですよ。まあその結果的にですね、なんで腫れてたかっていうのはですね、唾液腺が腫れてたかっていうのはですね、その口の中でただれた粘膜のせいでね、唾液が出てくる口の部分であるんですよ、ちっちゃい穴がね。でその穴の部分がただれてたせいで塞がれてしまってたわけですよ、穴の部分が。なのでね、唾石症でも何でもありませんでした。なのでね、身をもってね体験したので、まあ、自分の身で感じているその病気の自己診断をね決定づけるっていうので、本当に愚かでした。まあね、今回の昨日の足の痛さもね、その根源っていうのは帯状疱疹にあると自分で予想してますけども、詳しい理由に関しては謎です。またねこのことはね、その皮膚科の先生に帯状疱疹でできてることだと思うんでね、皮膚科の先生にね報告してね相談してきますわ。まあそんな感じでね、今回はその左足首がいつもの痛みよりもはるかに上回るほどの痛さになった瞬間が夕方から寝るまで続いて辛かったというお話でございました。これ長ったらしくね、ネチネチとね説明とかいっぱい入れてしまいましたけどね、ほんまに辛かったんです。だから聞いてほしかったんです。すみません、長くなってしまって。そんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。